東京ゲームショー2016にて、サイバーエージェント、オルタナティブガールズブース。オルタナティブガールズは、サイバーエージェントにより配信されている、VR モード搭載スマホオンライン RPG ゲーム。または本作を原作とした一連の、メディアミックス作品の総称。2016年披露発表。同年ベータテスト期間完了で2016年7月20日から、正式サービス開始。 2017年より各ローカライズ版で海外諸国にも進出されている。ストーリーは業界初の全編 3D ポリゴングラフィックフルボイス。基本プレイ無料。公式略称はオルガール。キャッチコピーは手を伸ばせば君がいる。オルガルにリニューアル後は君と踏み出す新たな物語。リニューアル版であるオルタナティブガールズ2に,についても本項目で取り扱う。 VR モード搭載、超微霊 3D グラフィックスを特徴とする、サイバーエージェントの完全新規 IP による RPG。ストーリーモードは、全編 3D ポリゴングラフィックフルボイスとなっている。開発スタートは2014年10月頃で、約10名の少人数チームによって試作版が作られた。その時点で、3D とモーションキャプチャーを駆使したリッチなグラフィックスで、 女の子の可愛さを表現する VR によってユーザーと女の子の距離を限界まで縮めるという方向性が決まっていた。3DCG アニメーターの尾沼千尋はそれまでの開発経験を踏まえさらに高度な 3D 表現を追求するため徐々にスタッフを増員してきたと語っている。オルタナの少女はリリース当初第1チームフリージアドッグと第2チーム アイリスキャットの2チームに編成されており、これらのキャラクターのうち最初に 3D 化されたのが結城宮花だった。3DCG アニメーターの小林千夏は宮花は本作の顔となるキャラクターだったので、まずは彼女の 3D モデルを制作し、ルックやモーションの方向性、テクスチャやセットアップの仕様などを検討したと語っている。2D のデザイン画から、 3D モデルを制作した後、3DCG ディレクターの海、追沼博之、アートディレクターの正治匠、3D モデルリーダーの発達進成などが中心となって何度も調整が繰り返された。宮花の 3D モデル完成後、フリージアドッグの他5名、さらにアイリスキャットの6名が制作された。3DCG アニメーターの高いシリは、ミヤハナのデータを指針にしつつ、 それぞれのキャラ性に応じて、セットアップやモーションを細かく変更していると語っている。3D モデルの頭部は四角ポリゴン、頭部以外は三角ポリゴンで作られており、キャラクター1体あたりのポリゴン数の上限は18000ポリゴンとなっている。VR モードやストーリーパートではこのモデルを使い、バトルパートではポリゴン数を半分以下に削ったローポリゴンモデルが使われている。 3D モデル1体あたりのボーンの平均数は62本で100本を上限としている。髪が長いキャラクターや衣装の揺れ物が多いキャラクターほどボーンが多くなる。オルタナは様々な衣装に着替えるため衣装に応じたセットアップの調整も必要となる。例えば2017年のお正月には振袖の衣装を追加したため振袖用ボーンの設定や メリコミ調整が必要になったという。なお、髪や揺れ物の制御には、ユニティの物理シミュレーションを使用している。尾野町博は、12人の身長やスタイルは、バラバラなので、揺れや変形具合の調整も個別に行っています。一人として、同じ、セットアップのキャラクターはいないと語っている。舞台は、自然豊かな海辺の町、月森町。非1三学園に通う。 オルタナと呼ばれる少女たちと共に、学業や戦闘訓練を重ねつつ、街に出没するよろけ者に立ち向かう、美少女 RPG。プレイヤーは、キャプテンとして、少女たちと共同生活を送りながら、吸血鬼事件と呼ばれる生徒誘拐殺人事件に挑む。前日の通り、月森町が舞台となっている。詳しいモデルは公式的に明かされていないが、月森町全体は、 鎌倉市上空からの写真を比較すると全体の形状や川、神社の位置関係が一致している。初代キービジュアル及びルナリアの CD ジャケットは鎌倉市稲村ヶ崎の海岸、ゲーム内の背景、繁華街は鎌倉市の小町通りなど神奈川県鎌倉市付近や神奈川県を中心とした描写が多く見受けられる。ちなみに繁華街の背景に描かれている 鳥居の上部には、ヤワタグ道チカミチと書かれている。小町通りの鳥居上部にも同じく、ヤワタグ道チカミチと書かれている。チームバトルを行い、ストーリーを進める。親密度を上げたり、好きな衣装を着せ替えたり、VR デートにも遊びに行ける。システムフォントは、主に、日本語には、森沢の、マルフォーク B、英語や数字には、フーツラのデミが使用されている。 3D コマンドで夜、獣と戦い、ストーリーを進める。クエストには、メインクエスト、イベントクエスト、スペシャルクエスト、バーチャルタワーバーチャルコロシアム、天月の試練、暁の聖域、開口クエスト6つがある。2020年5月1日より実装。オルタナ同士で着替えを駆使して戦う特訓となっており、他のプレイヤーとスコアを競い合い上位を目指すコンテンツ。 グランプリアンケート内容、チーム編成、グループ編成、パワーアップ、限界突破、才能開花、お分かり控え室、チャームシール、グランプリメンバー管理、アルバムの8つがある。リリース時からはメンバーを選択するフォームだったが、バージョン2.0、0の大型アップデートのリーフォームにて、非13学園の地図を模したものになっており、様々な機能が集まっている。また、 その他の VR コンテンツもこの交流から遊ぶことができる。アイテム、クオーツを使ってガチャを引ける。新しい女の子や衣装をゲットできる。一部の洋服には限定ストーリーやスキルがついている。3周年以降複数バフなどが多くなり、特に限定ガチャでは性能が段違いなものが多くなっている。様々なアイテムを購入することができる。以前はクォーツ購入、 スタミナ回復、BP 回復、在籍メンバー枠拡張、プレミアムギフト購入の5つだったが、2018年12月末のアップデートより、ダリアのパンドラショップとして、現在の形にリニューアルされた。様々なアイテムと交換することができる。お気に入りのメンバーに起こしてもらうことができる機能。ボイスを最大3つまでセットでき、設定した時刻になると、プッシュ数値として、 ボイスが数回再生される。ボイスはガチャの3、4メンバーを手に入れることで新しいボイスを獲得することができる。2020年8月31日以降に新登場する4メンバーの必殺技演出をメンバーごとに固有の演出に変更した代替としてユーザーアンケートで多く支持されているコンテンツである写真撮影機能と VR コンテンツを拡充するために 同日より実装されているもの。一部の4メンバーを獲得することで使用できる特別なポーズ。思い出ポーズは VR やこだわりモードから写真を撮ることができる。は、必殺技演出の変更はされていない。状態異常リーダースキル、特性強化効果、弱化効果、特殊効果回復、復活本作の多くのところは VR モードに対応しており、 市販の VR ゴーグルを装着することで、そこにいるかのような没入感を味わうことができる。交流セクションでは、VR ストーリー以外に、VR ライブ、VR 温泉、VR 着替え、VR 水鉄砲などが搭載されている。VR モードは、ミルボックスの他スマートフォン対応の二眼式の VR ゴーグルが使用可能である。VR ゴーグルを持っていない場合は、 ジャイロモードやスワイプモードで楽しむことができる。2016年5月、徳島市で開催された街遊びボリューム16で、プロモーションビデオの公開と VR モードの体験会が行われた。7月には配信と前後して、東京、秋葉原でキャプテンと二人っきりの週末と題して、VR モードの体験会を開催し、参加者に VR ゴーグルを配布した。8月には、 コミックマーケット90で VR 体験会と VR ゴーグル配布を開催。以後仙台市、大阪市、名古屋市、静岡市でも開催。9月の東京ゲームショー2016にも出展。VR が注目される中、スマートフォン向けの注目タイトルとして日経トレンディで紹介された。特定のキャラクターが強いということはなく、属性による相性で強さは変化する。フリージアドッグ アイリス・キャット、クローバー・ラビットの3つの舞台があるが、クエスト時のチーム編成には特に制限はなく任意の組み合わせが可能。なお、星座の中で、ヤギ座のオルタナは存在していない。フリージア・ドッグ・オルタナで構成された舞台の第一、舞台。推しの強いメンバーたちをリーダーの宮花が前向きパワーでまとめ上げる。オルタナ覚醒中は、犬の耳と尻尾が生える。 アイリスキャットオルタナで構成された舞台の第2部隊。一見、マイペースに見えて、時に、奇跡的なチームワークを発揮する。オルタナ覚醒中は、猫の耳と尻尾が生える。クローバーラビットオルタナで構成された舞台の第3部隊。リーダーキラ・サユリを筆頭に、型破りなメンバー揃いだが、結成は、どのチームよりも早く最もオルタナ歴が長い。オルタナ覚醒中は、 ウサギの耳と尻尾が生える。2017年2月16日に、アガツマコイ、モモイカナ、同年4月15日に、オニツカチホ、ウスイミユキ、同年6月16日に、キラサユリ、ナカタナタリーが追加された。無所属学園職員生物試験館イベントで登場するキャラクターなど、他作品とのコラボキャラクターのうち、ゲストキャラクターについて記載する。春 杉田美桜、伊藤と花を、この他のコラボでもコラボ PV が制作されたものもある。オルタナティブガールズファーストステップのタイトルで、浜源流タスク作画のコミカライズ。電撃ジーズコミックで連載後、書籍化。オルラジキャプテン、聞いてください。のタイトルで、2017年1月9日より、響きラジオステーションにて、本配信、月2回月曜日正午更新。 本配信後に YouTube、オルタナティブガールズ公式チャンネルにて、アーカイブ配信。第24回より一部コーナーとジングルをリニューアル。ジングルは以前は著作権フリーのものだったが、リニューアル後は、ゲーム内の BGM が、ジングルに使用されている。2020年4月7日に、響きラジオステーションが、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、 ラジオ番組の新規収録が同年5月6日まで休止となったため4月13日の第171回までで一時的に休止となり4月20日から6月8日までの番組配信に関しては過去アーカイブの配信となっていた同年6月15日より配信再開2020年7月20日配信の特別版はオルガル4周年記念として 初の映像付きでの配信となった。2021年4月12日の第209回をもって終了。ベテランの方も、始めたばかりの方も楽しく、オルタナティブガールズを学ぶことができる、攻略動画。YouTube で順次配信されており、ゲーム内からでも視聴することができる。全10話。第1話から第5話までは、基礎、第6話以降は応用となっている。 各週火曜日にニコニコ生放送を中心に配信していた公認性放送。公式ではないが、YouTube では公式チャンネルから放送されており、未発表の最新情報が番組内で発表されることもあった。もともとはゲーム実況チャンネル内の天国サップというスマートフォンゲームを紹介する番組であり、スマートフォンゲームを一つ取り上げ、そのゲームを ガチでプレイするというもので、一つ目に取り上げられたタイトルが本作であった。天国サップでの放送が好評だったため、2016年10月より本作のみを取り上げるオルガルコミット天国サップとして番組が再始動。2017年6月からはオルコミチャンネルとして独立し、番組タイトルがオルコミとなった。2018年5月29日の放送をもって、 番組は終了した。回数は天国サップ時代からの通算回数である。なお、放送時間は本編のみの時間で記載している。また、大半の回で放送時間をオーバーしてしまうことが多かったため、放送時間は目安である。2018年9月22日の東京ゲームショー2018の TGS 特別制放送にて放送開始が発表され、 2018年10月28日より不定期にニコニコ生放送 YouTube ライブペリスコープにて配信されている公式性放送みんなで作るをテーマにキャプテンの皆さんも巻き込んでコンテンツを盛り上げていく番組となっている番組ではプレゼント企画オルステビンゴがある1から8の玉が入ったボックスを番組の最後に5回引き 三三の九マスあるビンゴの当たったマスのアイテムが獲得できる。複数ビンゴ達成でボーナスとしてクオーツが獲得できる。また中央のメロが描かれているボーナスマスはさらにラッキーアイテムを獲得できるオルステルーレットを回すことができる。ルーレットには A、B、C の空白マスがありポイントごとに豪華なアイテムが用意されている。ポイントは ツイッターハッシュタグ、オルガルに特別番組のツイート数、公式ツイッターから投稿されるツイートの RT 数10の合計に応じて決められる。第10回より毎回放送日にゲーム内で無料10回プレゼントガチャを実施。放送開始時間から24時間限定で無料で10回ガチャを引くことができる。第18回、第19回、第20回では、 新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、立花理香、ゲスト、山内萌え、村民代表南川の4名は、遠隔での出演。運営陣はスタジオから出演。また、栗 P、筒井は、番組前編通しての出演となった。第21、22回では、山内萌え、村民代表南川、栗 P、筒井豊かの4名は、遠隔での出演。 フェアリー・マオ、立花・リカ、ゲストはスタジオから出演。放送開始から2020年7月の4周年特番までは、毎月1回の定期番組として放送されていたが、以降は、特別番組としてリニューアルされ、不定期での放送となっている。また、出演声優が、合計3名となり、オルステ内で獲得できる報酬もリニューアルされている。また、 リニューアル後オルステビン後でのアイテム獲得の機会が少なくなったためかゲーム内キャンペーン等でゲリラアイテムプレゼントキャンペーンが実施されており4確定ガチャチケなどが配布されている2016年12月29日より配信専用マーカーにカメラをかざすとスマホによる棚たちが出現する対応しているマーカーはコミックマーケット91等のイベント開催時に 配布されたものや公式サイトから対応マーカーを閲覧することができる。オルガル AR アプリに使用しているサービスの契約による都合上、2020年11月30日をもってオルガル AR アプリの提供を終了。提供終了後までにアプリをインストールしていた場合は、提供終了後も起動して遊ぶことができる。バージョン5.5例のアップデートより、 事実上の後継コンテンツとして AR 撮影機能がゲーム内にて実装されている。全て税込み価格であるが当時販売していた価格。ありがとうございます。